石野陽道の雑談。今日はフレイルについて。フレイルは、まあ、体を動かさないことにより、体が急速に弱って本当に動けなくなる。このように体力が衰えることを言っている。一般に老人はだんだん運動しなくなる。まあしんどい、邪魔くさい。まあ理由はいろいろあろうが、だんだん運動をしなくなる。そういうことによってだんだん体力が衰える。最後は動けなくなる。この動けなくなる、あるいはその寸前あたりをフレイルと言っているんだろうと思うんだが、例えば老人こけたらいかんよという、これこけたら骨折する、骨折したら一月でも入院したり、あるいは体の一部を動かさなくなる。これによって完全に、まあ、歩けなくなる。これなら若い者でもやはり1ヶ月入院して体を動かさなかったらやっぱ歩けなくなるんだが、若い人はそれだけまた頑張って回復するが、老人はなかなか回復しない。動けなくなったらもうそれで終わりになる。ところでこんな話を聞いた。コロナで入院して高齢者が4日ぐらいでフレイルになる。そんなに簡単に4日ぐらいでフレイルになるんかと私は疑問に思うんであるが、この頃はフレイルによって、コロナ入院によってフレイルになることが随分多いらしい。本当に4日ぐらいでフレイルになるんかちょっとようわからんが、それで今コロナの入院との関連でもう入った途端にリハビリをやるというようなことが実施されている、あるいは検討されていると聞く。やはり私の体験から言うと、国立循環器病センター、当時は国立循環器病研究センター、当時は国立循環器病センター、今は国立循環器病研究がついて研究センターになっているが、ここで25年前に私は心筋梗塞で心臓バイパス手術を受けた。12時間の大手術である。この手術で私は障害者になった。その手術の時、12時間の手術で夜が明けたら途端にリハビリが始まった。12時間の手術を受けたも直後である、リハビリである。それから1ヶ月半ほど入院したが、毎日毎日リハビリがあった。柔軟体操、歩く、自転車を漕ぐ、それから筋肉強化体操。おかげで1ヶ月半経って退院するときは、入院するときよりも体力がついていた。いかにリハビリが大切かいうことがよく分かった。国立循環器病センターは
よくやってくれた。と思う。しかし、大体その頃、名前を挙げたらいかんが、高槻病院、これ椎間板ヘルニアで1ヶ月半ほど入院した。全然リハビリなかった。椎間板ヘルニアは2回あったんで、もう1回は高槻日赤病院に入院した。ここでもリハビリがなかった。いずれも25年ほど前のことであるが、いずれも比較的大きな病院であるが、研究センター、循環器病センターはあった。日赤はなかった。高槻病院も比較的大きな病院であるがなかった。現在はどうなっているか知らんが、ここで皆さんに言いたい。皆さんが長期に入院するときは、リハビリをやってくれる病院かどうかを、病院選択の一理由にしてほしい。リハビリがあれば、確か場合によっては痛いし、しんどいし、という人もおる。けど、このリハビリをやらなかったら、非常に社会復帰が難しくなる。それで、まあ、フレイルの話から、まあ、ちょっとずれたと言うたらずれたけれども、特に高齢者は、入院するときに、リハビリがついている病院かついていない病院かをよく知った上で、できる限りリハビリがある病院へ入院するのも良いと思う。思うじゃなしに良い。まあ、だいぶ話がそれたが、とにかくフレイルというのは高齢者にとってはすぐ身近に来ている。病院が入らなかったも運動しなくなる、しない人間はフレイルになる。入院したら特にフレイルになりやすい。それで、まあコロナの関係もそうだということなんで、皆さんに高齢者にはフレイル対策を日常から考えてほしいなと思う。